はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。よし、今回はドマ城ということでね、やっていきましょう。はい。で、メンバーはね、ちょっと入れ替えました。まあ、モグはね、ちょっと、まあ、最悪モルルのお守り要員として今ちょっと外してるんだけど入れといて、で、あとはカイエンロックセッターというね、色気ね急に濃いめに詰まったな。濃いめ詰まったね。で、まあドマ城だからカイエンは必要でしょうっていうのと、ロックはね、なんとウィングエッジバリアントナイフの源氏の皇帝海運の証と。恐ろしい。恐ろしい。で、セッターでスロットしていこうって感じかなよし、スロット要因いや、まだ37をさ揃えていかないきゃいけないじゃん。まだ見せてないな。そうなんだよ。だからさ、その使命が残ってる。それまで全クリできない俺は、うん、あ、まあいっか、周りないだろ。こういうこと言ってるとな、ゲーマーとしてダメだみたいなこと言われるんだよなまあそれはそうだわ。で、なんかここでイベントがあるらしいっていうことをトイックに教わったので、ちょっとイベントを探してきます。あ、てか結構宝箱とかあんのか。じゃあくまなく見つけていかなきゃいけないやつですね。ていうか、イベントがあるらしいというか、ドマ城の噂覚えてない。ドマ城の技？噂。あ、ドマ城なんか幽霊が出るって言ったね。お、なんか思い出した。あ、ちょっと、カッパーしていこう、カッパー。ちょ、モグはね、この可愛い見た目から気持ち悪い見た目になっとかないと、MP を使わないと戦闘できなくなっちゃうから。このね、カッパーにしとくことによって、連続ジャンプが使えるから。いや、そういうわけじゃないけど、サゴ城の槍が使えるから。そうだな。これで MP 節約よ。万能薬、あ、そう、アイテム補充もしていかないとね、そろそろ。そう、この間結構使ったから、ね。そうなんだよ、結構足りなくなるんだよ。MP 回復薬は全然使わなかったからな。いや、もったいないじゃん、エーテルとか。宝の持ち腐れだって。ここ上行けないの？あ、行けないのか。うわ、俺、ここどこ行ったか分かんなくなりそう。ちょ、トイックン、覚えてて。こんな複雑じゃないぞ、ここ。フェニック、あ、高、見切りの数珠。なんだこれ。敵の技を見切って一定確率で攻撃回避と。回避率プラス20か。高い。高いな。まあ、必要だったら後でつけていきましょう。とりあえずはね、今はつけなくていいかなと。俺の大好きなエルメス装備をみんなしてるからな。あんまりね、悪性空き枠がないよ。あ、みんなでもないか。ずっと使ってるからな、最初から。もう5からずっとよ。もうエルメス中だからな、俺。6は序盤で手に入ったからな。そうなんだよ。なんかすんげえいいのが手に入んなと思ってさ。しかも安かったし。あれ？行き止まりか。じゃあ戻って。で、こっちかな？あれ、どこ行ったっけ？こっちはまだ行ってないのか？いや、違うぞ。ゆっくり探してください。あれ？上行ったっけ？行ってないな、きっと。やべえ、マッピングしないと、マッピングしないと。エクスポーション。はいはい。開演の変化。よし。そういえば今日髪切りに行ってきたんだけどさ。うん。雨の中チャリで。雨の中でチャリ乗るなよ。いや、雨っていうかね、ほんとね、ちょっとだけ雨降ってて行けっかなと思って行ったら、寒かった。あ、でも寒かったって言ってもさ、なんか今日あったかかったね。いやー、寒いよ。もうさ、今年さ、一回もまだ暖房つけてないんよ。マジで？うん。あったかい。実は電柱ついてるとかじゃなくて。おいおいおい。俺、クーラーはさ、すんげーつけっぱなんだけどさ、暖房はつけないよね。逆だな。え、嫌いなんだよ、暖房。なんで？え、だってさ、暑いじゃん。いや、あったかくしてるんだから。ああ、絶対ここっぽい。ちょっとイベントの前に、あの王の椅子でしょ、絶対。あれ？違う？なんもなーし。全部行ったんじゃないか？こう行ったよね。行った行った行った。よし、ってことは、この部屋は行ったんで、違う部屋かな？いや、ほんとね、今部屋が狭いからね、全く寒くないんだよね。あ、こういうとこ怪しい。シスさん、パソコンっていう暖房をつけてるからじゃない？
あ、確かにね。これだけでも結構あるよね。650ワットくらいあるからな。結構あったかいかな。まあ、パソコンあるし、俺の部屋6畳くらいしかねえしな。でも、まあ、狭っていう。量だしな。そうなんだよ。あれ？全部回った。全部回ったね。ちょ、待って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 。ってことは、最初にスルーしたこの端が、あれ？ちょっとこれカット回なんで、こっからまた。いや、くそ、見つかんね。やっぱあれか、海炎を先頭にして王の間、ま、の、あの席かな。やっぱ先頭に。それは違うとだけ言っておく。違う。じゃあ何？この毒を水の中に流すとイベントが始まるとか。最低だ。カットします。あ、入り口があるんじゃない？やっぱりカットします。だな。お、びっくりした。何か。あ、休みは、あ、そういうことか。わかった、わかった、わかった、わかった。ここで、ここで休むと夜になるんだ。で、幽霊が出るんだ。わかった、長かった。なれよ、なれよ、なれよ、夜になれよ。たーんで元気になりました。くれるかな。ほらほらほら。ほらよ。おい、起きろ。クポー、クポー、モグが心配してる。ねぼすけさん、クポー。あ、幽霊出てきた。やべえ、幽霊めっちゃ跳ねとる。私の名前はレーベ、レーブ。私の名前はソーニョ。私の名前はスエーニョ。スエッコ。我ら夢の三兄弟。あ、夢ってこと？この人の心はいただいた。この人の心はいただいた。大事なことなので3回言いました。今日はごちそう、今日はごちそう、今日はごちそう。待て、当然のように飛び込んだ。え、海炎の体の中って入れんの？あ、しかも戦闘が、てかなんかロック死んでるけど、やべえ。ちょっと待って待って、パーティーどうなってんのこれ。え、セットしかいないし、これこれ危険だ。待て待て待て、どういうことだ。セッターしかいないって俺、え、待って、セッターって何できるの？スロット。僕ならよかったのに。セッターはやべえ。死神のカードか。ちょ、真面目に戦うんだったら普通に死神のカードしていくしかないのか。待って、魔法は、魔法、あ、よかった、ケアルラは使える。ブリザラ、サンダラ、ファイラも使える。オッケー、魔法、魔法で攻めていけるな。よーし、やっていきましょう。お、早速。ああ、やべえ。ちょっとね、この辺で敵の強さを確認しながら、え、ドラゴン出んの？戦う。戦うってどうするか、いいんじゃない ?829。ほう、毒の爪。よかったな、なんか今、デスっぽいアイコン出てる。スロット。ちょっと火も、魔法も使ってみよう。どんな感じかな。で、毒の爪、サクッ。魔法がどのくらい入るかを確認して、ファイラがいいかな。
ファイラにしましょう。ファイラして、まあ、ライブラしといてもいいけど、ライブラしとくか。ちょっと、あ、いけるいけるいける。オッケーオッケー。ファイラ。結構火力だったぜ、今。ファイラで攻めよう。よかった、魔法使えて、本当に。わあ、なんか夢の扉が3つもある。真ん中。わあ、これ迷うやつやんな。うわあ、どうしよう。これ全部いけなくなっちゃうかもしんないな、覚えないと。あ、そん時はしょうがないか。なるべく回れるように。やべえ、挟まれた。逃げれ、逃げれねえ。これはまずい、これはまずい。魔法でファイラー。あ、片方倒して全力で逃げるか。そうだ、それありだな。こっちファイラー一発で倒してくれ。死ね、死ね、死ね。強っ。あ、いけんじゃねえこれ、普通に。全然食らわねえし。ファイラー全体で意外と倒せたりしねえかな。2回くらいやったら。ほらほらほら、いけんじゃん、いけんじゃん。オッケー。いけないことはない。まあ、回復は戦闘後にすればいいので、倒していきましょう。いけるいける。セッターも意外と頑張れる子だからな。エンコ殺しの背景なんじゃない？これか、これがエンコ殺しっていうトイックンが言う背景か。確かに。すんげえ気持ち悪いね。いや、どうなってるか分かんないけどね。うん。実際。で、こう、あ、なんか、周りにすげえ気になるのがある。なんだあれ。立つと、なんかありそうだな。端から立ってみるか。お、なんだ、新しい敵が出てきたけど。うわ、ちょっと可愛い敵じゃないこれ。え、カッパ、まずい、逃げよう。やべえ。逃げて、逃げて、死ぬ、あぶんねえ。あ、これこれ、気になるよね。多分、左から立ってみよう。あ、やべえ、なんか食らったっぽいね、今。あら、ん ?1144、なんか大丈夫なのもしかして。いや、反対側に乗ってみようかな。あれ減ってるのか ?1144 からの1144。あれ変わってないね。変わってないね。で、ここ乗ると。え？あー、封印が解けてないってことか。まあそんな感じだな。トイックの声がちっちゃくなっちゃった。またか。とりあえず、ここにはまあ、後で来いっていう話だな。で、この右の扉に先に入ろうと。あれあれ戻ってきたね。さっきの3つの扉は違うと。じゃあ左です。おモグオッケー、モグ回収できんじゃん。夢の中まで追ってくるとは。3人揃わずに戦うのは戦うんかい。お前分が悪い。ここは一旦おさらばしよう。やっぱ3人揃ったら戦うってことじゃねえかよ。ネタバレしてくれたな。うん。あ、モグこれで、なんと、モグがジャンプできるようになったから、モグで。ってことは、セッザーがスロット使えるってことですよ。やっと、楽しくなってくる。で、戻って、スタートかな、これで。あ、違うのか。違う場所か。とりあえず下行ってみようか。おお、下行くとここ。これはやだな。あ、戻ってきた。戻ってきたな。あれ、あれ、モルルついてないよね、今ね。ってことは合うんだよな。ついてる。うわー、わかんない。左。あこれで、スロット、どんどん打っていこう。お、パンチラだ、パンチラ。チャーミーライト。パンドラだよ。オッケー、連続ジャンプ。いや、複数いるからな。ファイラとかしてえけど。やっぱな。やべ、なんか、取り憑かれる。まあ、今がなんか、
幽霊と戦ってるようなもんだしね。あのさ、またどこか。え、ノーパンじゃない？パンチラどころかノーパンじゃね？まあ、どこ見てんだ。やっぱ腹筋。いい腹筋してるな。嫌いじゃない。おお、強い。え、なんかさ、二人ともカッパになってね。カッパばっかりだ。いや、イエローチェリーがマジ足りないんだけど。いや、モグがカッパ使えるから問題ないだろ。ああ、そこ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 。なんだ。あ、死の宣告ですか。オッケー。に、よーい。で、今度は右と。おー、早速仲間ゲットだぜ。お前、ほらほらほら、さっと逃げちまえ。で、ロックと、これで二刀流もゲットしたじゃん。ロック前にしたよね。前衛かな、今ロックは。オッケーオッケー、前衛だから。これで、なんと、乱れ打ちが使えると。戦闘して、戦闘して。あれ、ここ行ったっけ？ん？じゃあ、左行こうか。これさっきのとこだよね。これで入り口に戻ると。セーブと。よし、で、最後に、ここが右と。あれ？ん？これさっきのとこじゃないの？あ、なんと、騙された。ん？ってことはなんだ？これでもう戻っちゃっていいのか？封印解けてない気がするんだが、大丈夫かな、戻って。これで左行って封印がまた。アクティブタイムだとさ、やっぱ乱れ打ちしてる間にさ、時間進んじゃうから、エルメスとかあんま意味ないのかなって、ほら、やっぱ解けてないよね。あれ？解けてない。解けてた！チョキッチョキッ。我ら夢の三兄弟。3人揃ったからには逃しはしない。こっちのスロットを見てろっつーの。行くで、レーベ挿入す。気持ち悪。あ、でもちょっとちょっとでも嫌いじゃない絵柄。ああ、思い出したこいつ。オッケー、ジャンプ。なんだこれ、結構めんどくさいから頑張って。うお、来た。そういうことか、一点集中か。一点集中する今攻撃じゃないぞ俺ら。こんな乱れてんぞ。ブリタラ、マジかマジかマジか、結構痛いなこれ。あ、そうでもない。ファイラー大丈夫だな。ヘイスト、おう、やべえ、解除して。でもなんかさ、 FF っぽい敵のグラフィックだね。FF のさ、表紙がね、天野さんの絵だっけ。うん、なんかそれっぽい敵だね。一、全部同じ、全部、おっ、来た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 、ナイス。足りないか足りないか。普通にあれか、あ、デルタアタックしてくるのがやべえ、これ死ぬか。石化か。エスナで、うわー、やばいかもしんない。あっぷんねー。あの、エスがついて、それを聞かないんじゃない。あー、トイックの声がまたちょっとちっちゃくなっちゃったかな。マジですか。まあ、ちょっとギリ大丈夫かもしれない。とりあえずエスナやりたいけど、ナイス、超、超集中じゃん。おっと、黄色いやつばっかり。はい、来た。え、それか、同時に倒すやつか。マジか。これは辛いな。あ。やばいやばい。よし、そういうことか。このパーティー構成が相性悪すぎ。ダメだな、魔法、全体魔法持ってくれよかった。アルテマとかの。あ、で、やり直させてくれんのか。そういうことね。はいはいはい。やばいな。あ、こいつ確かね、あれで一撃だったよ、確か。オディン。カイエンがつけてるんだけど。え、カイエンがいたら。やれなかったかな。マジか、ちょ、デルタアタックか。ちょ、待って、やっば！全体を均等に減らしていくためには、やっぱ全体魔法で削っていくしかないな。
ちょっと誰か石化直せんのこれ。あ、上回復したよ。ちょっと待って待って待って。多分ファイヤーだから左下にはなんか弱点でよく効いてたよ。アイテム、金の針。次、石化されたら死ぬんじゃね？全滅じゃね？やばいやばいやばい。ちょ、待って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 。誰に来る？ロック、ロックやめてよ、ロックやめてよ。ロック危ねえ。オーケー、金の針。やべ、ロック死ぬ。おぉ！危ねえ。魔法。違う、金の針でいいや。あ、死んだ。スロットで、スリーセブン引け。フェニオ。頑張ってる。ちょっとさ、サイレスってなんで解除できんだ？アイテムある？あるでしょ。なんだなんだなんだ。沈黙直しみたいなの欲しい。やまびこなんたらとかじゃなかった。やばい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 。うわーうわあ。よーしよし、ケアルラ入れて、ちょ、待て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 。で、それセッターを直して、なんとか、エスナ要因を作らないとやめて。くっそ。ああ、エルメスのくっついてないからスローが。で、直して、で、ちょっと待って待って待って。で、魔法。アイテムでいいや。アイテム、金の針。これ困ったな。無属性魔法が欲しい。どうするかどうするか。戦っとくか。スリーセブン、スリーセブン。くっそー。対策を考えてもう一回やり直すってのもありだな。まあライブラで全員の HP 調整していくのもいいんじゃない。でもさ、9999回復あんだよな。うわマジか。ちょっとこれぐだるな、このまま行くと。また早送り。ちょっと早送りして死のうかな。くっそー、やるべきかやらぬべきか。目押しで37だ。目押しで37か。それしかない。いや俺はジャンプでうまく均等にいくことを祈る。それもうスロッターと同じじゃん。うまくてじゃね。
勝った。なんで勝った。なぜか勝った。え、なんで勝ったの今の。お、ちょうど気に良かったんじゃない、さっき最後の乱れ打ちが。お、マジで勝ったの。勝った、やったけど。お、なんだ、やり直しなしかよ。トイックの声がちょっと遠いけど、マジか、やった。もう絶対無理だ、絶対無理だと思ってた。もう何も喋ってなかったもん。俺絶対今のとこ早送りだなと思って。死んでほしかったね。やった奇跡が起きた。で、あ、てか今体調とかやばくね。確かに、マレッシャでごわす。懐かしいな。ひどい。やべえ。よし、行こうか。マレッシャらしきところを。ん？飛び降りられない。右も行けないと。じゃあ左かな？食堂車の中、あ、ここ世界最強がいるじゃん。え？行きまーす。早速ボスか。ボスでね、雑魚か。びっくりした。ボスが出んのかと思ったじゃん。アルジャブルは、戦う。あ、盗むっていうのもありだけどね。でもまあ、ここは戦っていきましょう。セッター寝ちゃったな。スロット要員なんだが。2、4、5、6、7。これさ、メーターこの間多分溜まってるんだよね。あ。戻ってくる前に。あんま強くなかったな。で、カイエンさんが、カイエンさんはやっぱさ、過去のさ、トラウマに囚われてるわけですよ。おぉ。なんか急に語り出したな。お何か思い出さない。ジークフリード。懐かしいな。現地の子で。なぜ戻した。うん、よし。ジークフリードじゃないのか。こいつ。何よ。遊ぶなよ。もう何よこれ。え？からぼこと遊ぶなよ。ふっ。ああ、ダメだ。お。やった。めっちゃ取れる。まあ、この場合。多分ここにヒントがなんかが書いてある。配置を覚えよ。地は自分自身を救うであろう。いいことを教えてくれたね。鉄の塊を手に入れた。配置を覚えろ。ほむほむ。どこの配置を覚えればいいんだ？これをガチャやって、ガチャやって、この状態、このやっぱこの状態覚えて次行くと、うん、なんとその状態が使えると。やーべ、むずいな。謎解きは苦手分野だぜ。うん、それだとダメじゃね。でもこの宝箱取れるよ。アイスシールド。何変わったし。あ、ここになんか宝箱ある。で、ここに宝箱あるでしょ。エックスポーカー。ドーン。ドーン。ん？からの？あー、そういうことか。あれ？めんどくせえ。あれ？そこはそうじゃないだろう。それ右行けないの、そのまんま。これでさ、
いけねえのか。いけないんだよ。だからこれ下げなきゃいけなくて。ん？はい、モルルつけましたと。これモルルつけないとな。あ、ちょっと木だからな、しょうがない。敵も弱いし。いけた。やっといけた。さあ、これでなんか見覚えのある。あれ？え、こういうことじゃないの？さっき形覚えたんだけど、これ。お、こういうことです。え、俺さっきじゃあさ、1個さ、取れなかったやつは、どうやって取るんだ？やっぱ気になる、戻ろう。ここだな。あ、これ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 。あれ？あっさり！あっさり！あっさりや！何のために苦労していたの？で、先に進むと。で、この辺にカイエンさんが、カイエンさんの家族がいるのかな？ボスがいるらしいっす。はい、というわけでね、セーブポイント来たんで、一旦ここまでにしたいと思います。はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。